こんにちは、星座チャンネル、ハナとレンとアキです。じゃあ、ニュース行こっか。はい、なんかあるかい？ないです。あれ、珍しい、ハナ。そうですよね、ハナ。珍しい。いつも、ハナが一番さ、ペッペッペッってニュース何個も送ってきてくれるじゃん。そうですよ。ハナがないって言うんだったら、もうあんまりないかもしれないね。そうですね。ちなみに、リンは何かある？たくさん読んでて、忘れちゃった。あれ、あれ、ありますよ。あの、ミャンマーのアボカド、この前、あの受刑に、はい、あの受出したと言ったじゃないですか。それはあのすごくあのいい評判なんかされてて、今あの評価かな、はい、いい評価されてて、今からあのサウジアラビアとか受刑とかジャムニーとかシンガポールとかも、あの来年のためにあの、はい、私たちも買いたいですというあのありましたって。すごいね。すごい、すごいです、はい、嬉しいね、はい。はい、ミャンマーのアボカドがもう世界いろんな国で認められたんだ。はい、そうです、はい。あとは何だっけ、あのタウンジー、シャンシューのタウンジーという町は、はいはい、あの今ミャンマーは冬ですね、はい、なのでタウンジーってすごく寒いところなんですけど、タウンジーの南にあの桜がたくさんありますね。行きたい、はい、今すぐ、はい、今すっごくあの咲いててすっごく綺麗です。私後で Facebook からあの写真なんか送りますね。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、見たい、めっちゃ綺麗。桜では種類あるんですか？種類はそうですね、あ、全部ピンクでしたけど。そうだね、桜は大体ピンクかな、ごめん。あと白とかあるじゃないですか。そうね、そうですね、桜意外とね種類がいっぱいあってね、色もまあピンクだけどちょっと白っぽく見えたりとか、形とかもちょっと微妙に違ったりとか。え、その桜はさ、何、あの日本が送ってそこに植えたりとかしたのかな、もともとミャンマーにあるのかな。あ、もともとのミャンマーのやつです、あのシャンシュはあの桜で有名ですよ。チェリー、ミャンマーはあの桜という花をチェリーパンというですね。チェリーパン、そうチェリー、チェリー。タウンジー町はもともとあのチェリーパンで、よく歌とかあの写真とかですごくいいところ、有名なんだ。そう、有名です、有名です。今すごく咲いてて、あの日本がドネーションしたのはあのネピドですね、ネピド、はい、ネピドにドネーションしたんだ。12月の真ん中ってミャンマーの冬のすごく寒い時というか、はい、12月と1月が一番寒い、その時に桜ってなんか咲きますよね。あの、いいな、素敵なニュースだった、はい、そうめっちゃ綺麗でした。私送りますよ、めっちゃ綺麗でした。見たい、はい、いや、ヤンゴンも最近朝晩は寒いね。そうですね、私シャワー浴びてないです、朝は。朝は夜は、夕方と夜はちゃんとあのシャワー浴びてますよ。朝が寒いと昼すっごく暑いよね。何かわからない、ね、いや本当に昼間ちょっとお散歩に出かけたら暑かったよね。あ、すごく暑い、すごく暑いです。今ウイルスの間でガチン州とあの中国間にあの雪山がありまして、はい、あの国境かな、あれをガチン州をあのこれからあの旅行観光者向けになんか使ってて、この雪山を登るように作りまして、この間で。今、はい、ちょっとクローズしてるのかな、クローズしてるから今のうちに旅行ができる、そういう観光名所になるようにっていう。はい、はい、そうです。ガチン州ってあのなんだっけ、あ、畑とかお米を作るためになんか階段みたいな作り方、あ、はいはい、分かる、はい、すごく緑自然とか、あとはあのガチン州のあのお酒、カウイ、それとかも全部楽しみ
な楽しみにできますようになんか作りますという発表がしました。いいですね、山もあるし、そういう畑もあるし、畑もあると。そうですそうです。あとはあのすごくあの新なんかなんか 森とか多いから、あの、なんか普段食べられない肉とか食べられます。食べるかわかんないけど、クマとかシカとか。あ、そうそうそう、シカみたいな、うん、ちょっとシカと種類一緒のあの、うん、食べ物とか、うん、あとイノシシ。あ、はいはい、イノシシとか、はい、イノシシとか、はい、あとウサギとか。あ、ウサギか、急にかわいそうになっちゃった。はい、それ食べ物を普段他の町では食べられない食べ物とかも楽しむのできますようにって。私はね、ちょっとレイはさせ、日本語で何ですか、レイ。レイ。レイ、あ、カメ。カメ。カメ。カメ食べたことある、私怖い方です。ちょっと若い子の時、お父さんは食べてみてくださいとかね、私は怖い、食べないと言ったんですけどね、一回だけね。美味しかった？わかんない、怖いから美味しかった。はい。あのさ、はい、スッポンって聞いたことある？スッポン？スッポン？ちょっと写真を撮るね、今。なんか日本ではさ、これ食べるのよ。何が違うの？何だろう？何が違うんだろうね。ぱっと見一緒だよね。うん、美味しいのかどうかはよくわかんないけど、これは食べたことあるよ。ママってあの虫とかあんまり好きじゃないですけど、食べたあの珍しいあの食べたことたくさんありますね。そうだね、ネズミも食べたしね。ネズミも食べたよね。私のおかげで。そうだね、リンのおかげで。ネズミも食べました。あの最初はあの医療関係者と年上とかぐらいから始まるんですって。うんうん、うんうんうん、そうだね、医療関係者の方ね、やっぱ先に行ってほしいよね。はい。でさ、じゃあ2人に聞きたいんだけどさ、はい、ワクチンがじゃあみんなに打てるようになりましたと。はい。そしたらさ、2人は打ちたい？ワクチン打ちたいんですね。打ちたい？鼻打ちたい？はい、自分でその病気あるかなないかな分かんないですね。うーん、いいわ。はい、いや、私はそのまましたい。まあ、打ちたくない、うん、打ちたくないというか、ちょっと様子を見てからする、うん、決める。なんで？いや、ワクチンっていろいろ、例えば打った後にいろいろね、うん、なんか、うん、自分の体と大丈夫とか合うとか合わないとかも時々あったりするのなので、ちょっと様子を見てから、まあ、まあどうでも私たち若いからね。だから心配なのは年上とか子供たち。ママは？いや、私もさ、これ実はさ、昨日かな、ちょっと日本の友達とお話ししてて、はいはい、ワクチン打たなきゃダメかなって、やっぱりね、ちょっとね、怖い、新しいものだからね。はい、うん、もちろんワクチン大事だけど、ちょっと怖い。でやっぱリンが言ったように、まだ若いから、はい、コロナになった時のね、はい、うん、生きる確率っていうのはね。ミャンマーは、私が何が心配だと、ミャンマーってあの偽物がたくさん出るんだよ。怖いよね、それ。そうですね、ワクチンの偽物は本当に怖いよね。そうです。ちょっと悪いかもしれないですけど、だと中国から安いワクチンが、あの医療なもので、今までマスクとか PPE とか全部あの中国だからね、ちょっと心配ですよ。そうだね、そういうさ、マスクとかで偽物とかだったらまだいいけど。そうですよ、まだね、うん、自分たちが使うのにはまだいいけど、ワクチンって体の中に入るもので、偽物なんか来た日にはね、いやいやいや、
と政府が例えばあの WHO からの FTA 出してたものをちゃんと政府が本当にできると言ったら考えますし、だけど自分で買う例えば2ヶ月とか3ヶ月になるとたくさん出ますよ、ニュースなんかワクチンがどこから買えますよ、どこから買えますよ、いくらとか。あ、出そうだね。出ますよ、はい、少し心配です。怖いですよ、怖いね。だってそうだよね、あのコロナにさなってないですよっていう証明書あったじゃない。はい、あれも偽物があるんでしょ。ちょっと本当にワクチン気をつけようね、はい、ちゃんとしたところでね。そうです、だったら打たないとダメね。はい、たれそのみつ、たれそ、たれそ、たたなか、あー、たなか、たなか、たなか、はい、たなかは何に使うの？あ、肌のため、涼しくなるために。そうです、肌のため涼しくなるために。たなかだと涼しい、はい、涼しいですよ、はい、涼しいよ、うん、冷たいですよ。あとは日焼け、日焼けをあのカバーするためにあまり日焼けしないようにつけるミャンマー人の女の子たちは止めなんだ。はい、お顔に塗ったりしてるよね。そうです。花、うん、食べるんだっけ。はい、柳食べる。田中って苦い、味が苦いからあの薬みたいに使ってますね。これってさ、みんな顔に塗るけど顔以外も OK なの？あ、OK ですよ。あの肌にね、例えば暑い時とかニキビみたいな、あの肌に例えば手とかとかだも、あとは暑い時に出るやつね、それとかにもあの塩でなんか塗るんですよ。塩と混ぜて。塩と混ぜるんだ。はい、すごい万能だね、田中は。さあ、ね、は田中、次はじゃあレ、レーダン。レーダン、レーダンですね、はい。もうママよくご存知ですね。近いからね。ヤンゴンの何、街の名前かな。日本から見ると新宿みたい。おお、新宿。すごくあの賑やかで、お店とかあの学校とかあのファッションのお店とか食べ物屋台とかすごく多いところ。すごいですね。いいね、楽しそうだね、賑やかなんだ。本当に賑やか、今あのウイルスだけどすごく混んでますよ。レーダンはさ、あの、はい、特に夕方かな、めちゃくちゃ混むよね。そうですよ、花昔レーダンにあの勉強してたからよくなんか知ってますよ、花は。はい、あ、そうなんだ。若い子が多いのかな。そうですね、若い子多い、学校多いからね、いろいろな学校多いから、うん、若い子多いです。ちょっと服も食べ物も何もあるからね、若い子多いね、うんうん、その派は。レーダーには学校も多いんだよね、はい、日本語学校もそうなのかな。はい、日本学校も英語もね、中国語も、あのピアノとか、あと日本人、日本人がミャンマー語を勉強するための教室とか、ミャンマー語の教室とかも多いです。なるほど、なるほど。じゃあ、はい、そういう若者が集まる賑やかな場所なんだ、はい、で最後は、はい、そう、あの芸能人でもいいでしょうか。いいですよ、わかった。歌手かな。歌手はありますけど、歌手はヒップホップかな、この掃除は。あ、掃除。あと歌手でもいいし、あともう一人はミャンマー人、あのみんなあのすごく有名、ソーミャトゥザ。ソーミャトゥザはさ、何、俳優さん、女優さんです。女優さんか、女の人なんだ。はい、はい、女の人で、あのすっごく有名、あのなんか今は多分50歳ぐらいですけど、今まで有名。50歳まだ綺麗ね。はい、そこから始まる、そういうちょっと芸能活動してる人が多いのかな。そうです、そうです。パッて出てきたね、はい、今3人ぐらい。はい、ソージーとソーミャトゥザっていう、はい、ヒップホップの歌手と女優さん。はい、じゃあ、下は田中、根は、はい、レーダン、レーダン、ちょっと
てきたけど、ソウジとソミヤクザ。ソミヤクザ。はい。はい。ね、あ、本日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。面白い方は高評価を。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、ハナとリンとアキでした。たたーたたー。